ここ、ガチのマジのここ、やばくね？キングがいるぞ、マジすげえ楽しい。しかしね、キングもすげえ楽しみなんだけど、シークレット2種もあるっていうね。やっぱシークレットハンターとしてさ、シークレットハンターとさ、心の中のワクワクのゴリラが、荒ぶってくるような。ワンピース大海賊シールウェアス、ログ2、灼熱の決戦ということで、カイドウもいるってことでしょ、このフォルミーの。いやー、楽しみだなー。ワノ国編のシールがめちゃめちゃ、あとルビーのさ、あれなんだ、新形態あんのかな、ルビーの。え、めっちゃドキドキしない？シールであったら。もうすぐ、シークレットかもね。シークレット。いや、まさかルフィがな、あんなことになるんだったら、夢に思ってたのびっくり。いや、でも俺、キング、俺大好きだからさ、キングとゾロの戦いもめちゃくちゃ燃えるよな。火が、背中の火がさ、燃えてるけど、もう、ゾロの攻撃でも効かないっていう、この、防御力の高さ、防御の猛暑、キング。すげえかっこよくて。で、マジで全部、おー、パッケージはこの2種だね。エースとルフィがこう、まあ、いや、いいね。ここのルフィとエースか。マリーフォードのとこだな、これな。で、あとは、ルフィ、サンジ、ゾロとカイド、ワノ国編のパッケージと、キングがいるぜ、キング！でもってね、裏にね、もうラインナップが出ておりまして、シークレットも、ハテナハテナ、なんかね、頂上戦争にまつわるあの二人って書いてんだよね。誰だ、頂上戦争に、白ひげとエースかな？全シール、メタリックは、ホログラミーということで。うわ、めっちゃ綺麗。マリンフォードってことでしょ？マリンフォードの頂上戦争にまつわる、あの二人、コビーかな？コビーとシャンクスっての周りだよな。命がもったい、あの男だったよな、命がもったい。コビーすよく立ち向かえてる勇気な。で、さらにかっこいいシャンクス。で、ガギーって出てきてね。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか。たった今、世界の運命を大きく変えた、みたいな。あのセリフ超かっこいいよね。シャンクスコビーかな？でも白ひげとエースっていうパティもあるか。まあ、とりあえずラインナップ見てみる。色的には、この色がノーマルで、これがレア。で、スーパーレア、グランドレア、スーパーグランドレア、シークレッティングになっておりますと。うわぁ、楽しみだわ。モンキー・ディルフィ。カイドウ欲しいなぁ。カイドウスーパーレアだぜ。で、ゾロにキング。キングがね、レアなんだよね。いや、嬉しいなぁ。キング、サンジ。サンジもすげえことになってるよな、もう。で、クイーンに、ルビー、エース、白ひげ、親父の、この、スーパーレアゾーンだ。で、戦国、ボルサリーノ、杯、九山。うわ、来たか。赤犬、青キジ。うわ、やばいな、これ。ここの三大将ゾーンもすごい。これ多分、マリンフォード時代の、シールだと思うから、ミホークもいるしね。いやー、すげえ。でも俺やっぱね、キザルがね、一番ね、能力的に、やっぱ光だからね、ゴロゴロの実の次にね、ピカピカ、光の、このね、能力がすごい好きなんだよね。で、防犯国旗でしょ？で、ドーフィー、クマ、シャンクス、チョッパー、ワッポルもいんの？ワッポルいんの？ワッポル箱とかいたっけ？ワッポルいんのか？夏いので、ロビンと、クロコダイル、フランキー、ルッチもいんだね、ブルック、月光モリア、で、ルフィ、エース、このね、27と28はスーパーグランドレアなんでね。楽しみだね。あとはシークレットということで、早速、ワンボックス目から開封して、いきましょう。一発目からシークレットねえかな。ワポールいるか。ワポール。いや、ワポールか。いや、なんかワポールもちょっとレアな感じしてきたわ。懐かしいな。ワポール。全然好きじゃないけどな。全然、お！トーラバルガローだ！初期の服だもん。これ初期の服装だよね、これね。トラバルガロー。出たての頃のだよな。おー！すげえ。え、待って。ちょっと、落ち着け。そういえばさ、トラバルガローってさ、ラインナップにいなくなった。 いきなりロー来たけど、え、嘘、シークレットじゃん！おー！一発入れ出しちゃった！そうか、そうだよな。逃げ切れたっていうかさ、ね、あそこ脱することできたの、ほんと、ローのおかげって言って、もうローがさ、ローたちのさ、力もあってなもんな。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。ルフィと同時期に頭角を現した、超新星の一人で、
ハートの海賊団の船長で頂上戦争からルフィを救い出し治療した。そうだよな。うわー、違った。コビーとシャンクス、白ひげ、まあ白ひげいたしな、ラインナップや。それがまあ、エースもいるしな。そうか、あと一人じゃ誰。最高のシークレットだったわ。まさかローがシー、ローのシークレットってレア中のレアじゃないこれ。今まであったっけ、ローのレアって。ローのレアってすごい、ローの SEC っていうのが熱いよね。ここシークレット、シークレットなんだ。シークレット2なんだろう。コビーだろう。いや、コビーか、俺あそこ何回でも震えるかな。あれ立ち向かえる、あんな殺されるぞ、あれ、あの怖いおっさんに。絶対無理だ。フランキーね。フランキーも初期だね。フランキー。いや、早くキング欲しいな。シークレットキングのね、マスク取れてるバージョンみたいな感じののを期待したんだけど、違ったんだよね、もう頂上戦争の。あ、こっちに。あ、書いてある違うわ、これ。こっちこっち。あ、そういうことか。いつだろ、シルキーゲ。サンジもいるね。うわ、楽しみだな。まあ、とりあえずゲットしていきましょう。一枚一枚大事に。なに、砲弾なんざ、飛ばねえよ。飛んでくるわ、空気の弾。フランキーね。いや、なんか初期のフランキーとか懐かしいね。今もうバゲモンみたいになってんかな。すげえ体の改造。いや、サイボーグ人間ってかっこいいよな。どん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 さ、体が、お、ドフィーだ。なんかドフィー久しぶりに見たな。ドフィーの登場ってもうないんかな。もっと活躍してほしいな、ドフィー。正義は勝つって。そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。ドンキホーテドコロミンゴ。能力もかっこいいな、糸糸のみな。ドフィーがさ、雲に糸かけてキュン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 飛んでくシーンあるじゃん。あそこすごい好きなんだよね。めっちゃかっこいいよ、ね、あそこバササーって。もう怖い。ドフィー、悪が飛んでくるみたいな。で、あとは、なんだ、なんだ、パクチーク、お、ロビンデーズだ。これ初期じゃん、ロビンも。アラバスタの時だよね、この服装は。なんかすごいデコボコしてるようなデザインだな。うわぁ、懐かしいね。今、どんどん肌白くなってきちゃったから、もう一回日焼けをしてほしいな。日焼け美女だよね。褐色美女でいてほしいね。ロビン・デイさんね。一番最初の頃のロビン・デイさんと同じく。よしよしよし。ロビン・デイさん。ロビン・デイさんも、すげえ、あ、じゃあクロコダイルもそうか。アラバスタのとこかな。そういうことか。いろんなシーズンのシールが混ざってるってことか。おお、ミホーク来た。北東夜、かっこいいな。こんなでかい木よく振り回せるよな。でもあんなちっちゃいさ、剣でもさ、ゾロ持ってた、まあ初期だからな。今だったらいい勝負すんのかな、ゾロ。すげえ。ミホーケ、ゲット降臨で。R ね。よし、ミホーケ。そして、あー、シークレット来るかな。で、ワンボックスにさ、2枚入ってるってことあるかな、シークレット。すげえ楽しみなんだけど。ワンポリーだ、ワンポリー。ワンポリー来た。いや、別にワンポリーはね、別に正直いらないんだけど、コンプには必要だからね。正直、ワンポール全然好きじゃないから、ワンポール。もう、身もね、能力も好きじゃないわ、全然。キャラもね、クソだから全然好きじゃないし。クソ野郎でした、こいつは。全然好きじゃないし、ワンポール。いや、エレンもいたらな、最高だったのにな。そういうパティーンか、そうだよな。黒ひげだよ。そっか、親父からの能力奪うシーンな。あそこびっくりしたよね、最初読んだ時。親父の能力をこいつが、うわ、セスイシーだわ。すべてを無理返す闇の引力、すべてを破壊する地震の力、もう最強じゃねえか。もうどうすんだよ、こんな化け物倒せんのか、これ。あ、でも今のルフィだな、倒せるか。もう何でもありになってるもんね、ほんとマジで。カートゥーンの世界に突入してるもんな。まあちょっとネタの場でなりそうだから、あんまり詳しくは言えないんだけど、で、まだ読んでない人もいるかもしれないけどさ、すごいなんか喋りたいんだけど、いやー、すげえ、ティーチか、つうかシークレット、ワンボックスで余裕で出たんだけど、いやー、かわされたわ、これ予想外れた。いや、まさか黒ひげ来ると思わなかったか、あっちで。いや、ローもなんだけど、びっくりしたわ。うわ、いいねー。黒ひげ。これさ、黒ひげって、あれなのか、やっぱラスボスなんかな。最後に戦うのがルフィと。でも今のルフィならマジ勝てそうな気しない。
何でもありな、まあでも、あれかな。悪夢の実二つってだけでも何でもありだからな。闇の力と地震の力。親父の地震の力をこいつに奪われたってすげえ嫌だけど、なんか、最後どうなるか、ちょっと、はい、楽しみ、読みたいよね。やっと我が国がさ、ね、ああなってね。ちょっと、言えないけどまだ。いやー、すごい熱い展開だったな。あ、ルッチね。俺、ルッチの能力もすごい好きなんだよね。やっぱ、六式ってかっこいいよね。六式ね。で、死眼とかすごいよくね。ねえ、なんかやりたいよね。でも指骨折して終わるからさ、コンクリートにさ、やってさ、指終わるだけだからできないけどさ、撤回とかもすごいかっこよくない？いや、いいよな。なんかそういうのがローマンだわ。六式。六式使いすげえ好きだわ。めっちゃかっこいい。お！ルフィ入りました。このルフィはグランドレアだな。GR じゃないか。俺 GR のグランドレア。おー、初のグランドレアでさ、ホロだね。めちゃめちゃホロってる。超嫌い。で、右半分がこれで終わりましたと。いうことで、次から左半分。いやー、シークレットすんなり。お、キザル・ボルサリーノ。ピカピカ、能力マジかっこいいよね。光そのものっていうのがすげえいいわ。まさかワンボックス目の右半分でもシークレットダブル出ちゃうのってね。ちょっとお楽しみがさ、しょっぱなから終わっちゃったんだけど。いや、ワンボックスしかも右半分で2枚全部出るなんて運がいいんだけど、なんか動画的にはもっとさ、最後の方にゲットしてやったーって終わりたかった。チョッパーかわいいな。何の本読んでんだろう。表紙が書いてないね。表紙が書いてない、チョッパー。おー、オッケーオッケー。チョッパー初ね。いやー、ワンボックスにまだ被ってないから、もうその多分被ると思うな。何被るんだろうな。グランド、お、来たー！待ちに待っていたカイドウ。うわー、かっこいいわ、やっぱ。すげー！カイドウの、カイドウの SR やべ、めっちゃかっこいいわ。これもう一台絶対欲しいな。カイドウゲット五輪で、あとキングも出さなきゃね。キング、キング出したいな。もうキングのさ、あの顔のタトゥーの意味とかもあんの。なんかあのかっこいいタトゥーあんじゃん。マイク・タイソンみたいなさ、マイク・タイソンの顔面のタトゥーみたいな感じで、あのあるじゃん、キングにも。あれってさ、なんかの意味があんのかな。いや、めっちゃキングかっこいいよな。つまりルナーリア族っていうもうそのものがかっこいいよね。クロコダイル、おお、これあのサーブですか。かっこいいな。初期のクロコダイルやっぱかっこいいね。初期クロコダイル。あ、サーブル様。おー。N、これ以上お前に付き合って暇はない。サーブルス。こいつの最初出てきた時はもう驚愕だったよね。なんだこの敵だと。砂だと。体を砂に変えるとかってほんとなんかかっこよすぎたよね。今はもうなんかもう慣れちゃったけど、悪魔の身に。子供の頃はほんとロマンだったら、まあなんかアーロンの時でもほんと魚人っていうのがすごい好きだったもん、設定。もう、アーロンがめっちゃ好きでね、アーロンの切り抜きのね、なんか雑誌とかの切り抜き作ってたもんね。アーロンめっちゃ好きで。あ、来た、キングだ！わ、来た！キング、うわ、嬉しいな。できればあの、このマスク、壁取ってる、マスク取ってるやつがいいんだけど。いや、嬉しいな。あ、やべえ、ルナリア族って、あれかな？ネタバレだったかな？やべえ、ちょっとごめん、ちょっと。どこまで、お前はこのクイーンのバカ一人で十分だ、キング。おー、ちょっとあんまりやっぱ喋った方がいいね。ちょっと、ごめん、ちょっとネタバレしちゃったら本当にごめん。でも、族の名前くらいは大丈夫かな？族の名前くらいは。そしてさっと。お、ロビン姉さん初かぶりだね。ワンボックス内で初かぶりのロビン姉さんと、初期の頃のね、最初の方のロビン姉さん。やっぱ初期の頃のロビン姉さんが俺一番好きかな。おお、来た！青木ジェクザンだ。クザンの、まあ、能力もかっこいいけどな。クザンと赤犬のさ、あのバトル見たよね。クザンと赤犬のさ、ずっともう何日も戦ってたっていう、その、バトルを見てみたい。どんな感じのバトルだったんだろう。外伝とかで出ないから、クザンバーサス、あの、坂月つってさ、三大将の一人だもんな。ヒエヒエの実。でも、ヒエヒエ、ピカピカ、マグマグだったら、ピカピカが一番強い感じするんだけどね。光だからさ。あとは、赤犬、坂月一枚で、あの、元の三大将がね、揃いますということで、多分、コーナーコにいけるような気がするね。三大将揃うな、きっとな。赤犬が来て、
いやどうだろう、でもおお、シャンクスだ。ちょっと何これ、ちょっと何これ、うおー、え、おかしい、え、待って、何かおかしいぞこれ。シャンクス、シャンクスはスーパーアリアか、18番の末、これおかしいだろなんだこの変なシール、 SGR じゃねえか。18番、え、またちょっと待って、あれ、 18S ってなんだ、 18S、 あの12段の18番、シャンクスはスーパーレアのはずなんだよ。でもスーパーグランドレアになって落ち着け、落ち着け、ちょっと待って、どういうことだこれ、え、隠されしシークレット、これ隠されしシークレットかな。もう一枚さ、18、あの S って書いてんじゃんこれ、なんか怪しくない？S って、 18S って、 18S って怪しいじゃん。他は別に何も書いてないからね、2段の21番とか S って書いてるから、もう一枚18番のシャンクスが出たら、スーパーレアのシャンクスが出たら、もう間違いなくこれ裏シークレットだ、おそらく裏シークレット、裏に、だってシャンクス、裏シークレットあんの？だとしたら先に出しちゃったんだけど。え、やべえやべえ。赤髪のシャンクスって、ちょっと見えにくいけど。はい、え、めっちゃ気なんだこりゃ。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。ちょっと待って。うおー、今ちょっと肉眼で見てみたんだけど、仕様がやばい。先に出しちゃった。多分これね、もう一枚シャンクスある。18って書いてる。これ18のシークレットなんだわ。え、ちょ、普通のシャンクス見たい。普通のシャンクス、何普通のシャンクスって。ちょっと普通のシャンクス見たいな。え、すごい、先にヤバいの出しちゃった。あれ絶対あのスーパーレアじゃないもん。お、月光モリアね。懐かしいな、月光モリア。めちゃくちゃでけえからな、こいつな。どんな生意気な野郎も影にすれば絶対服従。世の中は素直なゾンビの世界になる。いや、能力的にはすごい強いよね。あとシュガーの能力、ホビホビか、シュガーのホビホビとこの影、なんかさ、あの服従させる、あのキビ団子もそうか、そういう系の能力ってすげえ強いと思わない？もう天下取れるよね、うまく やればだってキビ団子食わせばいいんでしょ、影取ればいいんでしょ、ホビホビね、おもちゃに触ってさ、おもちゃにすりゃいいんでしょ。え、ホビホビなんかマジ強いよね、半端じゃない能力だと思わない？いや、すげえな。まああと2パッキーだけど、もうなんか重要なカードほぼこの箱に出た気がするえ、めっちゃ運いい箱じゃないこれ、何この最高、おー、え、シークレット2枚入って、3枚入ってたんだけどこんなことある、シークレット3枚だよ、マジかよ、シークレットワンボックスに3枚っていうか、っていうか4枚だよね、これもシークレットだから絶対、うおやば、いや、ていうかこのシャンクスやばくね、シャンクス超かっこいいわ。なんじゃこりゃ。ファー、この相手じゃ逃げるわ。こんなやつで対魔持ち込まれて、逃げるな、これ怖すぎ、目がやべえもん。目が強いやつもそれだもんな。ちょ、待てって。で、これ最後ね。最後、もう何来る？めちゃくちゃ怖えよ。おー、ドビー被って終わりと。ドビーも S とかないかな？ないよね。シャンクス。出せなかった、次の箱だね。ワンボックスはこんな感じ。やばかったなぁ。なんかワンボックス目からやらかしてる感あるよね、これ。シークレットが4枚。あれも絶対シークレットだからさ、シャンクス。なんか裏シークレットでこんな聞いてなかったんだけど。紙にも書いてないしね、パキにも書いてないから、箱にも書いてないし、あんなもん聞いてないよね。びっくりしたの、やめてくれないから、いきなり来んの。すごい焦ったね。GR のルビーと SR のカイドウが1枚ずつ出まして、あとはレア。この金ピカのやつがレアで、他はノーマルということで。やべえな。あと普通のシャンクス出して比べてみないとね、どれだけ違うか。いや、ほんとマジであのシャンクスのせいで今でもドキドキしてる。何あのシャンクス、ほんとびっくりした。いや、でもサプライズっていいね。こういうサプライズ。すげえ、いやー、ドキドキした。なんだったんだ、あのシャンクスマジで。これであの普通のシャンクスを出して S って書いてないやつ、いやー怖かった、いやー怖かった、このシャンクス、なぜかシャンクス S が、いやー怖いな。でもいいね、こういうの楽しいね、めちゃくちゃ楽しい。ダン、お、クイーンだ、そうだ、クイーンまだ出してなかった、そういえばクイーン、クイーンの能力がいいよね、ミネ。
すげえ好き、龍龍龍、このブラキオサウルス一発目が初のシールが入りました。そして頼むぞか、あのカイドウも被りたいし、キングもまだ被りたいって気持ちもあるけど、やっぱあーこれあれだね、うわすげえ、秘剣のエース、シャンクスと同じ仕様だわこれ。これあのルビーもあるよね、あとね、このあの、そうか、繋がるのか、マリーフォードのこのルビーとこのエース、ダブル繋がるわ、きっと絶対繋がるわこれ。シークレット、これだ、スーパーグランドレアの SGR のこれルビーもあるから、シャンクスもあるなんてびっくりだな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった、ありがとうルビー。そしてまさかのシャンクスもあるっていうね、 SGR で合計3枚あるってことだね、今回 SGR は。いや4枚あんのかな、なんかに隠されし SGR が、うわすごいな SGR でしょ、やばくないこれ。 SGR つかもう全部 SGR でいいのに、キングの SGR 欲しいな、キングキングの SGR とかマジ震えるだろうな、キングの。あとカイドウも欲しいね、カイドウの SGR の。あとあルビーのさ、あれはまだ来ないのか、あれまああれとしか言えないんだけど、あれ欲しいよねルフィのね、ロミネーさん、ロミネーさん来まして、そしていやー何が来るかな、ドキドキしてこう出す瞬間がシャンクス来るかな、おービホークが入りました、ビホークが来まして、他もうないよねさすがに、違うシール、シャンクスなんか、ね、やばいの来たけど、シャンクスだけだろうな、他ねえよ絶対。あとサンジ来てないよな、サンジ、サンジもすごいもうやばいことになる。お、まあ、もうシークレット出やすいわ、バンバン出るこのシリーズ、黒ひげだけでも3枚目だよだって、シークレットすごい出るな、だからもうシークレットって感じしないわ、出まくるから。それがサンジ来てねえもう、サンジルッチね、ルッチが来まして、そして頼むぞサンジ、もうその来てく、おーやばい、かぶったグランドレアのルビー、かぶっちゃったな、やばいな。でもまあグランドリア、はい、もうグランドリア多分ワンボックス1枚だと思うんだよね、スーパーレアもワンボックス1枚だと思う、さっき出た感じだと。あ違うのかな、まあ、違ったらあのまた違う出方すると思うけど、まあ最後に見てみないとちょっとわからんよね、どんな感じになるのか。頼むぞ持ってないの、もうやばいやばいやばい、もう右半分が終わり、こっから左半分だから、ほらやばい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 、マジでか、冗談じゃねえぞ、冗談じゃ、クイーン1枚で終わるんか、クイーン1枚で終わるんか、カイドウ、スーパーアリアのカイドウやばいな、なんか出方が同じだような気がする、ちょっと待ってやばくないこれ、頼むよ持ってないの来てよ3、やばいわ持ってないのが来ないぞ全然、どうしようコンプいけるよな、あのよし、キングかぶった、キングかぶった、オッケーオッケーオッケー、シャンクスのさあの S じゃない方見てんだけど、シャンクスの S じゃない方、シャンクスの S じゃない方頼む、あーロビネーさんワンボックスでかぶっちゃったね、またね、ロビネーさん、まあ、ロビネーさんの初期のロビネーさんめっちゃ好きだからさ、全然何枚来てもいいのだが、赤いね、来ねえな、サカズキ、あのさ扉台でさ、サカズキがさあの盆栽いじってる、すごい、いやあの絵が好きでね、おお、え、嘘、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、S が来てしまった、嘘、いやまあ嬉しいんだけど、いや待って待って、ちょっと待って、これ待って、これ普通のシャンクスなんかな、でも S って書いてるのおかしくない、 SS って書いてるの絶対おかしいでしょ、これ S って何さ、 S って何さ、 S ってなんだよあの S、 え待って、こんな出ていいの S、 おおっ、サンジ出た、あ GR 来た、GR 2枚来たわ、無糖ショット、あーじゃあさっきたまたま1枚しか出なかったってことか、今回 GR サンジとルフィ入りました、ありがとうございます、サンジ初ありがとう、で残り2パッキー、やべえ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、やばいぞ、シャンクス普通の見たいんだか、ブルック初だね、やったーブルック、ゲット5人でありがとうブルック来てくれて、よし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 、いい感じ、そして最後のワンパッキー、これで勝負が決まる、
シャンクス普通の来てくれシャンクス。おぉ、サクスケ赤いの来たわ。すげえ。菅原文太って感じするやっぱね。菅原文太、田中邦衛で松田優作だもんね、モデルがね。田中邦衛さんと菅原文太さんにで、青木氏が松田優作さんということで全部そうだ。いや渋いね、やっぱかっこいいね。もう昭和のさ、もう大俳優がモデルだけど、まあそれだけでかっこいいよな。邦衛さん、文太さん、トラック野郎ね、いいよな、トラック野郎な。俺トラックがすごい好きなんだわ、文太さんので、あの優作さんね、揃ったわ。ありがとうございます。ついに来たぞ、坂月。最後の最後に来てくれたわ。しかしシャンクスがこれ S じゃないやつ。200個目の開封結果はこんな感じになりましたと。やっぱなんか出まくるな。 SEC、まあ、シャンクススーパーグランドレアなんだけど、 SGR なんだけど、一応 S って書いてるから、まあ、シークレットとカウントしてスーパーグランドレアのね、エースで、グランドレアダブルサンジルフィーが来て、スーパーレアのカイドウとレアが来まして、坂月とクイーンがね、新メンツで入りまして、あとはノーマルということで、コンプいけるかなんか不安になってきたわ。あと200個しかない。ゾロも出てないんだよね。あとゾロも出てないし、ルビーね、スーパーグランドレア SGR のルビーも出てないし、シャンクスも出てないし、結構きついよね。あと200個で、こんな難しいコンプリート、こんな難しいシリーズなのこれ。ちょっと待って、聞いてねえぞ、こんなむずいんか、コンプやばいな。6箱ぐらいあったらよかったかなこれ。お、赤犬一発目から坂月。そして頼むぞゾロ、とりあえずゾロ出したいね。ゾロ出してっていうか、あと3枚でコンプじゃねえかな。ゾロと、そうだね、ロロノアゾロ、グランドレアのロロノアゾロと、サンジャー出たから、あと、え、あ、白ひげ出てなくないかな。スーパーレアの白ひげ出てないよね。エースルフィハンコック、え、全然出てない、全然出てない、たくさんある、あるやばいやばいやばい、マジでか、出てない、たくさんあるじゃん、嘘。あ、これ6箱いるわ。お、サンジかぶっちゃった。これ多分今日でコンプできないかもしれない嘘だろ、4箱じゃ足りないかな。ボルサリーノ、ボルサリーノ、ちょっと待ってちょっと待ってくれって聞いてないぞ、そんなの。チョッパーね、とりあえずゾロを出そう、今日は。今日はゾロとシャンクスを出して終わろう。で、次回コップかな。いや、まだ売ってるといいけど。お、カイドウ来た。スーパーレアがさ、全然出ないんだよね。でもスーパーレアたくさんあるんだよ。スーパーレア、シャンクス、カイドウ、シャンクス、ルフィ、エース、ハンコック、リシロヒエ。なのにカイドウのね、SR ばっか出て、SR しかワンボックス1枚ぐらいだよね。1枚だよねっていうかね。だから、結構きついんだけど。スーパーレアですんじゃん、これ。スーパーレア1枚しか入ってないから、今のところ。このこれ2枚ぐらい出ないかな、スーパーレア。しかも、カイドウしかね、まあ、カイドウ嬉しいけどな。カイドウの被りはすごい、お、キング、ありがとう、キング入りました。やべえわ、コンプきついわ、これ。甘く見てたな、甘く見てたわ。これ絶対にコンプしたいの、あれは6箱ぐらいはいると思う。あ、でもワンボックス1枚スーパーレアだったら6箱でもきついかもな。で、こっからもう左半分だからね。こっからもう左半分。ちょ、待ってって。お前ふざけんな。バカ野郎だろ、お前。マジでか。ちょっとこれさ、シャンクスさ、これなの？これが普通なの？でも SGR じゃん。裏に書いてるシャンクス SR なんだよ。これ。シャンクス。ああ、そうそう、スーパーレア SR なんだよ。で、カイドウばっか出るんだけど、シャンクスとルフィ、エース、シルヒエ、ハンコックの SR が全然出ないの。どういうことだよ、これ。これすごい出るんだけど。ええー、やっぱワンボックス1枚なのか、SR は。だとしたらコンプかなりきついよ。コンプ。かぶらず出したとしても、1,2,3,4,5,6 箱いるじゃん。ワンボックス1枚スーパーレアだとしたらね、1,2,3,4,5,6。6箱いるってことだもん。しかもこれさ、これふざけんなって辛すぎるだろ。お！違ったわ！
ワンボックス2枚。あれ今まで1枚だったよね、絶対ね。あれ出てたかな、俺見逃してた。出てないよ。でも SR 初めて2体ゲット、2体、2枚ゲットだと思うんだけど。いやー、とりあえず来たわ。グラグラの、かっこいいね。バリバリバリってあのさ、空間叩いてさ、あの、なんか割る感じがすごいかっこよくない？あの能力の使い方がすごいかっこいいよな。空間掴むっていうかさ、空間割るってこの能力のあの使い方がすごいかっこいいよね。親父の。うわー、来た、親父！オッケーオッケー！とりあえず、ワンボックス2枚ゲットできたぞ。SR。ありがとうございます。あともう一枚くらい出ないから、奇跡起きて、もう一枚くらい。もう一枚くらい出てほしいな。できればシャンクスね。シャンクス。シャンクスのあの S って書いてないこと絶対あるはずなんだよな。でも全然出てくんないから。これきついぞ。どうする？あとハンコックも出ないんだよ、全然。ハンコック。ハンコックどうした？そんなレアじゃねえだろ、お前、ハンコック。たぶんスーパーレアだけどね、レアリティ的には。スーパーレアなんだけど、ハンコック！うわぁ！そこはゾロが、ゾロが良かった。ワンボックス2枚グランドレア入ってて、両方とも3時っていう奇跡ミラクルだね。3時っていうよ。奇跡ミラクル、レベル6戦。ガイレッジのガイレッジのパワー。マジでか！頼むぞ！ダブルク！そして、うわぁ、ラスト、3か。3パッキーだな。ラスト3パッキー。どういうことだ、頼むって。お、坂月ね。まあ、こういう辛い戦いも楽しいけどね。すんなりコンプしたいな。最近全然俺こういうのコンプできてないからさ、今日はコンプ決められると思う。おっしゃ、戦国来た、仏の戦国。能力はまあ好きだよ。めっちゃかっこいいやね。仏になるのがいいよね。ジャスティス。正義。仏の戦国。人々の身。幻獣種。モデル大仏。好きよな。すごい能力だよね。あ、そのこと言ったらルフィの方がやべえか。おし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 。初。こんだけ開けてもノーマルの戦国まだ出てない。そうだ、戦国出てなかったな。忘れとった戦国。見て思い出したわ。ラインナップにいたもんね。で、はぁ、頼むぞ。持ってないの来てくれ。頼む。コンプ決まる。頼むぞ。次のコンプ決めるためには。やったー。あ、でもこれ。スーパーリアね。スーパーリア3枚出た。やったスーパーリア3枚。やったぜ。一気になんか3枚出始めた。さっきまで回路だけだったよね。絶対そうだったよね。見落としてたってわけじゃないと思うんだけど、回路だけだったと思う。これ。SR。今ようやく白ひげ親父とルビーが来た。あとハンコックとシャンクスとエースかでコンプか、スーパーリアね、いけるかもしんない。もしかしたらシャンクスの S じゃない子絶対あるから、スーパーリアのシャンクスにエースにハンコックでコンプだから、いや SR いけるかも。あとは SEC は行ったし、ここだね、ルビーの SGR だ。ここ出せばいいのか。あとはゾロだ。うわー、結構きつい戦いになってきてるな。もうでもいけるかもしれない。ギリだけど狙える狙える。助かる道が見えてきたわ。 SR が3枚出た。 SR があと残りの3枚が、いや、うまい具合にエース、ハンコックで、シャンクス、こっちじゃない、シャンクスね、絶対あるはずなのに、こっちの方がレアなはずなのに、こっち出まくんだけど、どういうこっちゃ、どういうこっちゃ。うわぁ、攻略さ、あとノーマルの戦国もね、これ埋まって。4箱で無理なんだなぁ。6箱だ、これ。6箱コースだ。次から第3弾から6箱いかんとダメだわ。絶対無理だ、これ。だって、ゾロのグランドレアがまず出ねえだろ。ゾロのグランドレア。でもグランドレアは確定で入ってるから、2枚は入ってる。いや、まぁ、1枚以上か、は入ってるから、1枚は狙えると、それでも3時が出るから、きっと。ゾロ出ねえから。あとスーパーレアもうまい具合に出るわけねえじゃん、だって。エース、ハンコック、シャンクス、お前、マジで、スーパーレアの方が出ないんだけど、SGR とか出にくいと思うのに。多分こっちで SGR 出てるからこっちも出ねえんだろうな。で、こっちのシャンクスは普通のシャンクスで出て、SGR 枠は、このルビー、モンキーでルビーが来たら、コンプもいける。そんな運いいことねえからな。
いや終わったマジでか。でも俺は狙っているけどね、心の中ではそういう神手ホーラーが言ったもんね。もう3時なんだよ、3時なんだよな、言ったろ。もうね、これもう3時でも分かってたから。あでもあと1万円くらい出るかな。それ出るとしたらまあゾロ出てほしいんだけど、もうゾロが出るっていうなんかイメージが全くないんだよね。もう3時ばっか、3時。いやゾロ頼むって、なんで出れんだよゾロ。コンプしたかった。いや最近マジコンプできねえ。いやまあまたバンダイじゃねえか。しかもバンダイのね商品ほんときつくない？コンプすんの絶対なんかコンプできねえよりさ計算して入れてんじゃねえのか。ちょっと待ってくれって。俺今までもう苦戦してるの全部バンダイなんだけど、見合わせのやつね。きっついばたまたまかもしれないけど、俺が運悪いだけかもしれないけどね。あースーパーレア出たのにもうコンプ無理だ。あーマジでか。もっとバリエーションね、もっといいね。あクマ出てなかった。そういえばそうだ、クマも出てないのあったわ。こんなに開けてまだ出てないのあるってやばくない？そうだクマ出てないわ、ごめん忘れてた。クマそうだそうだ、クマで、いやよかった、クマ忘れとったわ。クマ出なかったら忘れてた俺、危ねえ。そうだよクマ出てねえ。こんだけ開けても出るやつあんだぜ。はいはい、もうね、はいね。こんだけ開けてんのに、グランドレアがこんなに被るっていうね。おかしくない？ねえ。まあ、まあ、運が悪いって言われたらそれで終わりなんだけどさ、もっとバラバラに入れといてくれてもいいじゃん。いや、これに限らずだよ。今まで俺が開けてきてるウェアス、コンプできてないやつ。もうひどいからね、これほんと。コンプさせてくれよ、マジ、ワッポリ。マジかよ、ほんとこれもコンプできないのか。4箱も買ったのにな。ほらもうもうね、言ったろほら、もうワンボックス内でこのかぶりですよ、かぶり貴重なスーパーレアがね。お前にはコンプさせねえぞっていう意思を感じるわ。なんか意思をね、もうバンダイ側の意思を感じるわ。もっと買えと、コンプしてるならもっと買えと、買って買って買いまくれと。あクモかぶりやった、クモかぶり嬉しいな。あーせめてゾロは出したかったなー。もうグランドレア2枚出ちゃったし、あとせめてスーパーレアのシャンクスだよな、あっちと比べたいわ。うん、 S じゃない方と比べて終わりたくない、せめて。いやもうさ、どういうこと、ちょどういうこと、同じのしか出ねえじゃねえかよ。ちょ誰かトレードしねえ、マジでトレード。みんなもさ、こうやって偏って出てる人いない？俺はルフィとかさ、こうばっかだけど、ゾロばっかとかさ、ねえ、きっと偏ってると思うから、そういう人たちをトレードすればさ、ちょっとあの、ねえ、助け合いの精神、助け合いの精神でコンプしたいところきついよな、マジで。もう泣けてくるってこれ。毎回毎回だぞ。あ、韓国出た、ラッキー。ごめん、バンダイ、もう韓国出してくんないと思った。ありがとう。バンダイ、ありがとう。韓国出た。でも最後の3枚だからね。あとエースとシャンクス必要だったから。出ねえよ、もう。エースとシャンクスは。ワンボックスにもう3枚出ちゃってるから、もう一皿出ないと思うから、まあ最後の、まああれだね。抵抗だね。ありがとう。でも感謝しよう。出ないよがマシだから。出ないよが全然マシだから。くそー。コンプしたかったよー。クイーン、あ、クイーンも何気初かぶりかな。クイーン出たっけ？かぶり。いやー、マジつれえわ。4箱買ってコンプできないとかさ、ほんと地獄じゃん。あれ？やったー！ SGR 来た！ということは、並べられるね。これだけできただけでも、おお、やったー！ガチャーン！これだけできただけでもまあ、コンプできなかったけど、ありがとうだな。ありがとう！いや、よかったわ。スーパーグラドリアコンプでできた。あとスーパーレアだったら欲しいな。もう3枚出てるから絶対出ないからね、スーパーレアはね。もう4枚5枚出ることはありえないから。あーでもよかったわ、 SGR コンプできた。オッケーオッケー、この並びできただけでもほんと大感謝だわ。まさかシャンクスこればっか出てさ、スーパーレアのシャンクスが出ないっていうやばいことになってるけど、あとスーパーレアのシャンクスと GR のゾロとで、あと SR のエースかで、コップか。だよね。
あーきつい、攻略戦もうあとワンボックスいけたかもな。6箱とは言わず5箱でいけたかもしんない。ここまでは出てくれたなら最後にね、最後の最後に今ちょっと奪ったけど、どっちにしろコンパできねえからさ、うわくそ悔しいな。4箱も買ったのに、4箱も買ってコンプできなかった時すげえ辛くない？マジでかと思えない。あーだって種類が少ないんだぜ。種類全部ね、30しかないんだよ。30こんだけ苦しむか。いやーあ、お SR 出たわマジで SR4 枚目出た、すげえな。 SR4 枚出たわ。しかしながらそこはハンコックじゃねえだろ、そこはエースだろ。エースかあのシャンクスだったらもう気絶してたかもしれない。来たーってなって、かぶり率高すぎるって。ちょっとかぶり率考えろよもうちょっとよ。あともういや売ってっからこれ、あともうワンボックスなんとかコンプしてえな、なんとかコンプしたいわ。チョッパー来まして、そしてもうたくそ、嘘コンプできんかったわ4箱で。これはきつい、これ鬼だわマジで。マジひどくねえか、本気ひどくねえ。これ4箱も買ってコンプできないんだぜ。いや鬼だわ、ほんとつらいわこれ。まあ、これに限らずなんだけどね、ほんとマジこれに限らずなんだけど、マジきついよこのバンダイ系のウエアス系、これきついんだけどまあでも SGR コンプできたからそれだけでもよしとしよう。 GR こんな出てんのにゾロ出ねえんだぜ。なんでルフィ2枚被ってんのマジで。あと SR だってさ4枚も出たのにこの被り率だからね。これ被んだうまい声に出たらコンプできたのに。 SR も ルフィもねこうさゾロでさ、いや惜しすぎるわほんとガチきつい。シャンクス結局出なかったじゃんあの野郎マジで。シャンクス頼むってほんとコンプできんかったわ、4箱も買ったのに。うわマジ泣けるわ。ということで今回はワンピース大海賊シールウェアスログ2のね、灼熱の決戦編の開封レビュー、どうかでしょう、みんなぜひ。うわいやきついからなこれ、やっぱねコンプセット買った方がいいかもな。最初から自分で当てるとなるときついわこれは。でも2箱ぐらい自分で買ってさ、ウエアス食いながら楽しみながらやって、あとはまあネットで手に入れた方が多分安いわ。トレードとかしたりね、安く上がるな。これ自分で買い続けたらドツボにハマってっから、もうなんかあと2箱ぐらいあってもコンプできない気するもん俺今。もうなんか開けてもゾロ絶対出ない気がする、ゾロ本当ゼロ入ってない気がする。信用できねえからもうなんかくっそマジあと少しだったのに。まあ、次回でまた会ったらゲットしてくるかな。でもコンプしたいからね、ここまで来たらコンプして並べてみんなで見てフィニッシュ決めて3段に備えたいから、まあ、頑張って、あここに出てたねこのダブルね、頑張って仕留めていきたいと思いますということで、また次回ね次の開封動画でお会いしましょう。いやーきついわ、せめてシャンクスこれ 18S のやつと S じゃないやつ絶対あるから見比べたかったわ、どんだけ違うのか。めちゃくちゃ楽しみだったら一円も出ねえからね、全部逆にすごくね、逆にこっちの方がすげえよな。 SGR 全部 SGR シャンクスっていう。